はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、白髪染めシャンプーって実際どこまで染まるのか、これの検証をやっていきたいと思います。ホームカラーだったりとかをやられた方って、自然にね、色が入らなかったりとか、色ムラが出たりとか、そんな経験ってなかったですか？カラーシャンプーなら色がね、入りすぎたりとか、色ムラにならなかったりとかして、自然にカラーリングができてくると思います。今回は白髪染めシャンプーが実際どこまで入っていくかっていうものを検証していきたいと思います。今日使っていくカラーシャンプーはこちら、キュアビさんのカラーシャンプーです。色も何種類かあるんですけど、ブラックだったりダークブラウンだったりライトブラウンあるんですけど、今日はダークブラウンの色味を使ってやっていきます。実際にこの白の毛束でカラーシャンプーやってみたんですけど、これが1回シャンプーしただけで、これが5回で、これが10回の、シャンプーになります。やっぱり色をね、何回もシャンプーしていくことによって少しずつですけど濃くなっていきます。見ていただいたら分かるかなと思うんですけど、やっぱりね、継続して使うことによって色がしっかりと入ってくるのが分かると思います。では実際ね、白髪のウィッグを使ってどこまで色が入ってくるか、あとはね、どういう風にやればしっかりと入るかっていうね、方法をご紹介していきたいと思います。じゃあまず、シャンプーする前に、ブラッシングからやっていきます。で、ブラッシングをすることによってで、髪の毛表面のホコリだったりとか皮脂をね、ちょっと取り除いてしっかりと泡立ちが出てくれるので、まずはベースとしてブラッシングからやっていきます。じゃあ実際シャンプーをやっていくんですけど、あんまりね、手に表面に何もついてない状態で、しっかりね、すすいでからやるようにしてください。シャンプーを出していきます。でも通常よりもちょっとね、しっかりめに泡立てていきたいので、3、4プッシュぐらい、まずは出してしっかりとつけていきます。泡立てるのがポイントなので、シャンプーをね、しっかりと足して足しながらやってください。ちょっとね、お人形さんなんで泡立ちがちょっとわからないかもしれないけど、もうちょい足します。で、本当にしっかりと泡立てていく。で、泡で髪の毛を包むような感じでやっていくので、シャンプーをつけてこう空気を入れるように泡立てていくと、結構ね、しっかりと泡が立ってくれて、泡でね、髪の毛を包むことができるので、なんか空気をこう入れるような感じで意識してやってみてください。で、特に顔周りこの辺りとかはね、結構化粧品がついてたりとか油分が結構多かったりもしやすいので、結構ね、念入りにやってください。泡立ちがやっぱり悪い方もいらっしゃるので、もうそういう方に関しては二度洗いだったりとかがおすすめです。とにかくね、泡立って入れていくようなシャンプーなので、泡立たなければね、やっぱりこう色がちょっと入ってづらかったりするので、何度か洗うようにしてください。全体的に泡立った状態で大体 2,3 分放置してから流していきます。で、使い始めは、何回か継続して使うようにしてください。で、自分がね、思う描く色になるまで使うことがおすすめです。カラーシャンプーをね、やる際には濃シリコンを使う方が基本的にはおすすめかなと思います。シリコン入りのやつだと髪の毛にね、表面に皮膜を作ってしまうので、色味がやっぱり入りづらかったりもしますので、濃シリコンのシャンプーを使うのがおすすめです。で、今回のね、使ってるキュアビさんのやつはノンシリコンなので、しっかりとね、色味も入りやすいので、個人的にはおすすめです。2、3分時間経ったので、これでちょっと流していきます。じゃあ流して、コンディショナーをつけて上げてきた状態です。結構差が出てるのって分かりますかね。1回でこのぐらいの仕上がりになりました。ではね、シャンプーのおさらいということで、まずは1つ目はしっかりとね、泡立てて泡で髪の毛を包みながら洗う。じゃあ2つ目はカラーシャンプー後は通常のシャンプーはしない。最後3つ目はすすぎはしっかりとする。色が入ってるシャンプーなので、しっかりとね、すすがないとタオルだったりとか、あと衣類についてしまう可能性がありますので、すすぎはしっかりとやってください。あと、色が入ってるシャンプーなので、そのままね、ダイレクトに、つけてもらってやってもいいんですけど、若干なんですけどしっかりと色味が入るので気持ち手に残る可能性があります。なので気になる方は、手袋をして、シャンプーをやるようにしてください。でもね、普通にやってたらすぐ取れます。で、実際に、使ってみた、感じなんですけど、思ったより色入ります。ちょっとそれは本当にびっくりしました。通常ね、こういうカラーシャンプーだったりとか、あとはカラーリングをした時とかって匂いが結構気になるかなと思うんですけど、ほとんど匂いも気にならなくて、本当にね、自然に使えたかなっていう印象でした。じゃあ最後にね、シャンプーの簡単なご紹介をする
と、まず8種類の添加物フリーです。特にね、有名どころで言うとね、ラウレス硫酸、高級アルコール系の成分なんですけど、それが入ってないことによって頭皮だったりとか髪の毛にはめちゃくちゃ優しくできてます。あとね、シリコンもフリーなんですけどね。で、シリコンがないことによって髪の毛のね、皮膜を作らないようにしてくれるので、そうするとね、このカラーの色味だったりとかがしっかりと入ってくれます。使えば使うほどツヤだったりとか潤いが出てくるっていうような仕組みになってるかなと思います。でね、今回はね、カラーシャンプーをご紹介させていただきました。3種類色味がありますので、ご自身のね、カラーの色味に合わせてお使いになってください。それとは別にコンディショナー、カラートリートメントと白髪隠しのブラシがあります。これを使うことによってね、あの白髪の持ちだったりとか色味の継続だったりとか、あとはね、あのポイントで隠せるブラシがあったりもしますので、この辺ね、詳しくご覧になりたい方は概要欄にまたリンクを貼ってますので、そっちでまたご確認ください。はい、ということでね、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。